スラムドッグドルミリオネアは2008年のイギリス映画インド人外交官のビカス・スワラップの小説僕と一ルピーの神様をダニー・ボイルが映画化第33回トロント国際映画祭観客賞第66回ゴールデングローブ賞作品賞第62回英国アカデミー賞作品賞を受賞第81回アカデミー賞では 作品賞を含む8部門を受賞した。インドの大都市ムンバイの中にあるスラム、ダーラービー地区で生まれ育った少年ジャマールは、テレビの人気クイズ番組、コーンバネーガーカロールパティに出演する。そこでジャマールは、数々の問題を正解していき、ついに最後の1問にまで到達した。しかし、無学であるはずの彼が、クイズに勝ち進んでいったために、不正の疑いがかけられ、 警察に連行されてしまう。そこで彼は、老いたちとその背景を語る。カッコ内は日本語吹き替えこの映画に出演した二人の、子役ルビーナーアリーとアズハルディーにスマイールの、両親が、十分な出演料を受け取っていないと発言。両親によると二人の出演料は、アズハルディーンは、年間1700ポンド、ルビーナーは、年間500ポンドだという。 これに対し政策側は、彼らの出演料は、同地区の大人が受け取る平均年収の3倍としており、彼らの教育費、生活費、医療費などを賄うためのファンドもあると反論している。それに加え、高校卒業後に、ファンドとは別に10万ポンドが支給されるとしている。このような方法を取ったのは、 ギャラの一括支払いで起こりうる様々なリスクに配慮したためと説明しており、子役の報酬を周囲の大人に搾取させないためだと見られている。2009年4月19日、イギリスの大衆紙、ニュースオブザワールドは、ルビーナー・アリーの父親がアラブ人不豪に憤する記者に20万ポンドで彼女の養子縁組を持ちかけたと報じた。父親はこの疑惑を否定したが、 別居中の母親が警察に訴えたため同日逮捕された。しかし、人身売買を裏付ける証拠がなかったとして、23日、父親を起訴せず捜査は打ち切られた。ありがとうございます。